月曜日にあることが多くて週に1回から2回やります。現在2年生ですが、1年生の間に36回受けました。科目の講義が終了して2週間後に試験が基本です。授業のあった日やテストの1週間前までにまとめておいて、テスト前の週末に確認しています。各自で覚えた後に友達同士で問題を出し合いっこしたり、国試のアプリを使用することもあります。暗記シートを使用したり、個人でまとめた学習ノートを覚えます。授業を聞いて授業中わからなかったことはその場で解決するようにしています。夜に暗記をして朝に復習したり、優先順位をつけて勉強します。